肩を怪我してしまって、使いすぎっていう部分は医者の方がも言われて、10年以上野球やってたんですけど、まあ、それがなんかいい意味で崩れるというか、僕初めての外国なんで、日本の当たり前がここでは全然違うので、怒るっていうことが全くここに来て見てなくて、僕は日本との差にちょっとカルチャーショックとか、本当に留学してよかったなって今そう思ってます。